はい、こんにちは、ゆうたです。はい、今日はあれですね、なんだっけ、エンジニア人足りないみたいな感じの、ムードっていうかですね違うな、まあそういう感じですよね。うん、足りないってよく言われてると思うんですけど、まあ、人足りないってことはないんじゃないかって思ったり思わなかったりするんですけど、まあ、実際どうなんだっていうとこなんですけどごめんなさい、めっちゃ回りくどくて意味わかんない、これ言ってて、あ、要はこの言葉の意味としては、あのエンジニアが足りない、エンジニアかっこ一人である程度できて、一定以上のスキルを持ってるカッコ閉じっていう感じかなと思うんですね。うん、で今ってそのまあコロナの影響で、まあ、リモートワークとかに結構なってるんですね。うん、っていうので、あのリモートでその未経験の人を育てるっていうのはめちゃくちゃこれ難しいと思うんですね。それは未経験で入ってるエンジニアも辛いし、その未経験のエンジニアを指導するエンジニアっていうか、まあ、その会社も辛いというかですね、多分意思疎通なかなか取れなくて難しいと思うんですね。いや結構うまくいかないんじゃないかなって思うんですね。うん、っていうので、まあ、リモートでもある程度その一人でその自走っていうんですかね、自分でいろいろ調べつつ攻略あの仕事を進めていける人が足りないっていう、まあ、そういう話かなと思うんですね。うん、はい、っていうので、まあそのうん、多分エンジニアのその世の中の人口的にはちょっと何人いるのか分かんないですけど、日本が1億2、3000万人ぐらいですよね、人口。まあ、1000万人はいないと思うんですけど、いるのかな、分かんない。もう500万人ぐらいいそうですよね。うん。で、その中の、多分今言ったような、その、ある程度自力でいろいろ解決して、一人で進めていける人っていうのは多分半分はないと思うんですね。で 25% とかもうちょっと分かんねえな、うん、けど、まあ、かなりその半分はないぐらいの人だと思うんです。なので結果的にその、まあ、総数エンジニアの総エンジニアの総数的にはいっぱいいるけど、そのその中でも優れた人じゃないと、まあ、企業は欲しがらないというか、まあ、今のコロナだと特にですよね、うん、っていう感じかなっていう意味かなと思ったんですね。はい、うん、そういう感じかな。うん、まあだからね、まあどうなんですかね、ちょっともうこれ以上話すネタ思いつかないので、うん、そういう感じですかね。はい、なのでまあうん、まあ、そういう感じですね。はい、ありがとうございました。はい。